なぜそんなに落ち着いているんだ。つまり学園が外部から攻撃を受けているということでしょう。すぐに他の寮長と連携を。最後の飛行物体急速に接近、約3秒後に接触します。3、2、1。ノナハン、被検体 C を目視で捕捉。イデア・シュラウド、並びに魔導ヒューマノイド、オルト、同地点にて確認。遅きに失したようですね。1年生は教室から退避。オクタビネル寮長の権限において侵入者に。ストップ、アズール氏、抵抗しないでおとなしくした方がいい。え、あいつらは特刑犯、カローン。特刑カロ、え、スティークスの所有する特別魔導警備班カローン、とりあえずマジカルペンから手を離して、手を頭の後ろに。兄さんの推奨行動により、アズールアーシングロットさんが負傷する確率が約 87% 低下するよ。わかりました。対象の無条件降伏を確認、同行を要請します。はぁ、あのさ、君らちょっと乱暴すぎん。絶対いつか訴えられますぞ。第一、今回はファントムじゃなく一応理性がある人間が相手なんだから、せめて話し合いから入るとかさ。作戦内容についての発言は禁則事項とされています。あー、出た出た、禁則事項。本部よりイデア様のスティークス本部への帰還要請が出ています。は、僕も。父さんと母さんどっか行ってるの。構成員の現在地についての情報開示は禁則事項とされています。はぁ、了、いや、了解。行くよ、オルト、ついてきて。はい、兄さん。イデアさん、これはどういうことなんです。あなたは一体。詳しいことは後で説明する。何もしないのがこの突発イベントの最善の攻略法ってこと。はぁ、今日からスタートの推しキャラのランキング位で走る予定だったのに、最悪だ。貴様ら何者だ。誰の許可を得て学園内。我々はスティークス所属特別魔導警備班カローン。スティークス、カローンだと。ナイトレイブンカレッジの総責任者ディア・クローリー氏だ。ご同行願おう。わかりました、従います。ですから生徒たちに手荒な真似はしないでいただけますか。同行に抵抗を見せた場合強行手段も許可されている。誰も怪我をしていないというのですね。トレイン先生、後を頼みました。学園中、お待ちください。一体何が。言ってしまわれた、スティークスだと。なぜ彼らがナイトレイブンカレッジに。いや、今は船内ことを考えている場合ではないな。皆さん静粛に。我々がうろたえてどうしますか。最優先すべきは生徒たちの身の安全の確認。先生方、まずは寮長たちを集めてください。